はい、では時間になりましたので、これからサンバナフワライブアット半原発美術館、サンバナオテンフィンニュークリアシン、サンバに終わりはないけれども核には終わりがある、そういう、サブタイトルがついています。サンバナフワリーダーシトロン稲葉です。そして、サンバナフワ、クマ、サンバナフラ猫一、サンバナフラコケピカ、そしてウランです。今日はこの5名で、1時間ほど、主に、このシトロン稲葉が作った脱原発のオリジナルの曲を、お届けしたいと思います。曲の中にたくさんのメッセージが込められています。じっくりと聴きいただいて、その曲をまたいろんなとこでまたご自分で歌って広めていただけたらと思います。まず最初に、皆さんもご存知だと思いますけれども、シトロン稲葉の、作った原発なくたってです。でした。次は、昔話です。Thank you.
という名前なんですが、ナフアというのは、フアというのがブラジルの言葉で道という意味で、路上の、サンバという意味です、皆さんご存知だと思いますが、国会前とか官邸前とかいろんなデモで路上で演奏している中で、こうした首都の稲葉のいろいろなたくさんの多摩原発の曲がもう10曲以上生まれてきていて、今日多分8曲ぐらい、お届けします、そしてサンバというのはもちろんブラジルの音楽なんですが、ブラジル全体でサンバをやっているわけではなくて、サンバが生まれてきたのは、リオデジャネイロ、今度オリンピックありますが、リオデジャネイロという都市があって、その都市のスラム街に住んでいる人たちの生活の中から生まれてきた音楽が、サンバなんですね。だからすごくこう、もともとは狭い地域の中から生まれてきたものなんですが、なのですごく曲は楽しげなんですが、歌詞とかものすごく切ない悲しい歌詞が多かったりします。その中から、イボヌ・ララという、女性の作曲家は珍しいんですが、イボヌ・ララという女性の作曲家が作ったアクレジタール、アクレジタールというのは信じるって意味なんですけども、あなたなんか信じないわっていう曲で、ちょっとこれは私は心の中で安倍さんに向かって歌っているアクレジタールです。
心の袋を閉じた前すぎのロカスタゴ気を自分に見てないアンデジタルアンデジタルエンランへこめさジャーマイアビタボーイフレジボ精神ピスメジナビューキピープチボセミエンガンのボイスパンズポステスロペソナビューテンポキパソナビューキエリミカヘガバヤスタンダジエンフレガバウバザイメスタドリエンキエロナボールのスロートスタパイスギナロパスタドキヨチボセミは平和に抱かれているのだからもうあなたなんか必要ないわっていう本当にもうあの戦争法案とかにもうぴったりな歌だと私は思いながら歌っているんですが、はい、さて今日はあの国会前で2時から3時半まで、沖縄の県民大会に連帯した、大行動があってあのその後皆さんあの、いらした方ほとんどだと思うんですけれども、あの今日は私たちもあの一つでも沖縄の歌を歌いたいと思って、沖縄の歌を用意しました、海瀬戸豊さんという沖縄の方が作った月桃という歌があるんですけども、去年の県民大会の時に海瀬戸さんを歌っていらしてあの今日は歌われたかどうかちょっとまだ確認をしていないんですがあの今日6月19日でこの月桃は6月23日の沖縄慰霊の日、の、ことを歌った曲なんですけどもとても重たい内容であの私すごく前から歌いたいと思っていたんですがあの、まあ、本土の自分がこの曲を歌っていいんだろうかってとてもあの歌っちゃいけないんじゃないかなって思っていたんですがあの知り合いの方であの月桃の花歌舞団っていうあの店戸さんとお知り合いの、いつもあのこの辺りで活動していらっしゃる室尾さんという方が歌っていらしてあのやっぱりこういう歌をどんどん広めていくっていうこともあの大事かもしれないっていうことでちょっとあの勇気をいただいて今日、月桃を歌いたいと思います。月桃夏の頼りは南風緑は燃える
岬に寄せくる波は変わらねど変わる果てない浮世の情けふるさとの夏月桃の花散りました。長い長い煙たなびくふるさとの夏。香れよ香れ月桃の花、永遠に咲く実の梅津戸豊さんの月桃でした。まあ、今日のように私うまく話すことができないんですけども、沖縄の基地のこともそしてここは半原発美術館ですけれども、原発の問題も本当にどこかにこう押し付けておいて、で自分たちの問題じゃないみたいに思って、こう沖縄の問題だからとか福島のことだからとか、鹿児島にあるから離れてるよとかそういうことじゃなくって、本当は私たち自分自身一人一人の問題なのに、そういうことを置き去りにしてきて、なんて言うんでしょうね、県民大会沖縄の人何回何回開いたらいいんだろう。本当に私本土の人間でうまく話せないのが辛いんですけど、本当に基地の問題も原発の問題も私たち一人一人が入っていかれたらと思います。ちょっとここで他の人にも喋ってもらいたいですね。自己紹介してください。みんなだらしないな。今日のですね、僕らの指令はですね、何より靴下が穴が開いてない靴下を履いて集まろうっていうことが一番の命題でですね、誰も開いてないですね今日はね。はい、なのでバッチリです。靴脱いで上がるステージで、ここ先の靴下の先から指が見えてるとすごく演奏に影響が出るので、それだけは気をつけてもらわないとというのが一応リーダーからのみんなへの指示だったんですけれども、はい、靴下問題猫一と言います。よろしくお願いします。パーカッションをやってます猫一です。パーカッションガンザとこれタンタンをやってます。ポケピカと言います。よろしくお願いします。はい、その時に応じて適当なものをやるまあです。はい、時々たまに年に1回か2回こちらのウランさんと2人で裏クマって形でやったりする。あ、ご存知の方もそうなんですけど、
ここでいろんな音楽の勉強にもすごくなる場所ですけど、いろんなことを、なんつうんですかな、学ばしていただいてる場所でございます。はい、ここの、テントも実は今もう大変な状態だと思うんですけど、僕らがこういうことができるっていうのも本当にいつまでなんだろうっていう感じもちょっとあったりして、本当に僕らが生きている世の中が生きづらくなっていることの一つの表れのなんじゃないかと思います。で、僕らがここを、僕らがっていうかな、こうやって少しでも盛り上げて、なんかやっぱりここは市民にとって必要な場所なんだ、なんかこう重要な場所なんだっていうことを覚えさせることがもっとできたらと、ちょっと遅いかもしれないんだけど、今更ながらに思います。だから何の用事もなくても、これからでもここに皆さんいろいろ来ることがあったらいいなと思います。はい、ちょっと長くなっちゃった。はい、サンバナフは大体こうした愉快な仲間たちで、構成されています。では、また首都の稲葉のオリジナルの脱原発の曲で、またちょっと暗い曲なんですが、3月の風です。
はい、今頃になって東京電力2011年の3月にね、炉心溶油メルトダウンって言うなって言ってたって、本当に当時スピーディーのデータも、ね、活用されませんだし、されませんでしたし、本当に人の命を何だと思っているんだろうっていう、そういう歌ですが、さて次はガラッと変わってラブソングです。これはですね、地熱発電の傘下、地熱発電傘下なんですけども、皆さん聞いて驚いてください。日本中で地熱発電を一番一生懸命やってるのは九州電力なんですね。実はね、最も成績が良くてですね、日本中の中で地熱を推進しようとしている電力会社ほぼ九州電力と。でも実際には、一部を除いて日本中どこでも地熱っていうのは取れるんで、東京電力であろうと東北電力であろうと地熱発電っていうのはできるはずだし、小規模にはやってるんですけども、九州電力、
地熱頑張れということで仙台友の地熱頑張れそうですね、九州電力、まあ、地熱もあり、あと、まあ、水力発電ですとかいろんな発電方式を九州電力は持っているのになぜか仙台原発を止めようとしない、ということで、次は、ですね、関西電力高浜原発に関する歌ですが、首都の稲葉の脱原発のオリジナルの曲で一番新しい今日初めて皆さんの前で、披露する曲です。偉大なる判決。この裁判を、判決を出した人なんですけれども、まあ素晴らしい人ですね。名前をなかなか人の名前って覚えられなくてですね、私もこういうふうに自分でメモのように曲を作って山本芳彦っていう人の名前を聞いたらこの偉大な判決を思い出せるようにと思って自分の記録用に曲書いているようなところがあります。2016年3月9日覚えられちゃうんですね、曲にしとくとね、便利なもんで
こうね、あの抗議行動にこう時事問題にこう対して歌う歌詞だとこう時が経つとこうだんだんそぐわなくなる場合もあるんですけども、ね、稲葉さんはこう記録としてこうその今の時点ではそぐわなくてもその時の記録として残していきたいということ でそれってこう西アフリカとかだとのこう歴史をこうその部族の歴史を歌うグリオという吟遊詩人といいますけども人たちがいるんですが昔からのこう王様たちの歴史をこう全部記憶してて歌うっていう人たちがいるんですけどももしかしたらこういう曲を歌うっていうのは一つのこうグリオと同じ作業なのかもしれないなって最近思うようになりました。はい、次はまたブラジルの、曲を1曲お届けしたいと思います。先ほどサンバは、リオデジャネイロという都市の、スラム街から生まれた曲だというふうにお伝えしましたが次の曲は、ミルトン・ナシメントという人のトラベシアというすごく有名なジャズの人たちとかも演奏している有名な曲なんですがミルトン・ナシメントはミナスジェライス、ミナスジェライス州というブラジル の、 北東部ですね北の方にある、州で宝石とか石とか鉱物に詳しい方はミナスジェライスっていうとお鉱山があって水晶とかいろんな宝石取れるとこだよねって割とミナスジェライスって石が好きな人にはピンとくる名前なんですが、そういうまたこう広大な土地で去年の、暮れとかにその、鉄鉱山とかもあるんですがその排水のため池が決壊してすごい大規模な洪水が起きてでその排水っていうのは本当に赤茶色のこう不透明な本当に毒々しい排水がこう町中に流れ込んでその町も自然もこうその中に飲み込まれたという悲惨な大事件が起きたりして、そういう鉄鋼業というところでまた軍需産業ともつながっているらしいといろいろ掘り起こすといろいろあるんですが、トラベシアとても美しい歌ですが絶望の歌です。そしてその絶望の中から何もかもなくしてまたここから立ち上がっていこうっていうそういう希望も見れるトラベシアです。Love my
ニュートン・ナシメントのトラベチアでした。今日はこの、経産省前、テント広場第2テントの反原発美術館の、この中で、サンバナフアライブをさせていただいています。テント広場もう去年からずっともう撤去されるのではないかということで、本当に瀬戸際のところで皆さんここを維持していらっしゃると思うんですけれども、そのテント広場のことの存在も知らないような人も、この反原発美術館があって音楽があったりもするんだよっていうことで来てくれたらいいなと思って企画したんですが、こういう企画でもしここに足を運んでもらえなくてもそういうインフォメーションとかを目にして、あ、こんなものがあるんだ、こんな素敵な絵があったりするんだなっていう、こういう人たちがいるんだなっていうことが、広まって、全然こう知らない人たちにも広まっていったらいいなと思っています。さて次はまた首都の稲葉の脱原発の、これも、先ほどの、偉大なる判決の一つ前の、新しい曲です。東京電力の偉い人たちに捧げます。金払えです。Thank you.
この曲歌ってるとき、ヨランさんいつも人形みたいなんですよね。人形みたいな。はい、ちょっと何か。はい。ですね、これは何のために作ったかというと、まあ、一応自分の中でではですね、あの東京電力の、あのごまかしてるお金をメモしとかないと忘れるなと思って、これも一応自分用のメモなんですけども。ただまあ、あの数字をね、たくさんこう口で言ってみたいなっていうのがありましてですね、あの東京電力もうここ 1,2 年ぐらい毎年大幅な黒字をね計上してるんで、あの、まあ、これをきちんと賠償に当てたりですね、それから除染の費用に当てたり復興の費用に当てたりというようなことは当然行われなければいけないことなわけですよね。それが全くでもないんですけども、まあひどいもんですね。本当にあの、これ月々10万円っていうのは、あの、慰謝料としてね、払われてるもの、ちょっとこれでは足りないだろうって言って、まあ15万円ぐらい払うようにしないかというふうに、あの、調停する第三者機関が提案しても、当然蹴ってるんですね。それはしないということでね。あ、すいません。あと5分ってやつ。はい、では今日は、サンバナフワライブアット半原発美術館、霞ヶ関この、経産省前テント広場第二テントの半原発美術館のテントの中で、演奏させていただいます、いただいてきましたが、そろそろ、最後の方になってきました、最後3曲ほど、お届けして、その後、早川由美子さんのギャラリートークもあります。この絵をいろいろいろな意味がたくさん込められた絵を、ご覧になってお借りいただけたらと思います。危険な燃料棒を
ングスタンバーバーモスカンタンドエサメロジアプログラスミステリーそして、今日最後の曲です、高速増殖炉高速増殖炉モンジュの歌ですモンジュモンジュ
戦ったら燃え上がるのは肉体。モンジモンジモンジは貪欲、モンジモンジモンジは放慢、モンジモンジ2日で1億食い潰すのは日常。モンジ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 なかなかすごいですね。